皆さんこんばんは、ジェームスです。地球温暖化の影響もあり、これまでの台風の勢力をはるかに上回るスーパー台風が日本に接近上陸する懸念が高まっています。猛烈な風が特徴のスーパー台風に私たちはどう向き合っていけばいいのでしょうか。2019年10月の台風19号、発生後間もなく猛烈な勢力に発達し、その後強さを落とすも強い勢力で伊豆半島に上陸、東日本を縦断しながら記録的な大雨を降らせ、河川も氾濫、多くの方が犠牲となりました。日本付近の海面水温が高く、エネルギーの水蒸気を多く吸収したため勢力が強いままだったと考えられています。地球温暖化の影響で台風が強くなっている恐れが、そして現在懸念されているのがスーパー台風。アメリカ軍の気象機関の分類では最も強い台風です。2013年にフィリピンを襲ったスーパー台風ハイエンは最大瞬間風速90メートル、犠牲になった方は7000人以上に。暴風と高潮によって街の様子が一変しました。今後海面水温が2度くらい上昇する。フィリピン東方海上の海面水温が日本本土付近に広がるわけです。現在フィリピンに上陸しているようなスーパー台風が日本本土付近に到達することは十分予測される。スーパー台風の特徴の一つは猛烈な風です。スーパー台風を想定し、送風機を使って風速80メートルの猛烈な風を発生させる実験。ベビーカーを押して歩く男性、風が吹いてくると風の勢いでベビーカーも体も軽々と飛ばされてしまいます。猛烈な風の威力です。例えば中国では自然現象を人工的にコントロールしようという取り組みが行われています。 AI を搭載した大型の気象制御無人機を開発。複雑な気象条件、地形でも人工的に雨や雪を降らせるようになるということです。台風って日本人にとって大変馴染みのあるものですが、台風は実は分かっていないことが非常にたくさんあります。より正確に知る、予測することで災害をできるだけ減らす。台風を制御することができれば、災害をより減らすことはできる。人命が失われないような未来を作るべきだと思います。これから襲ってくる台風を私たちが止めるのは難しい現状ですが、台風が強くなっていることを知っていただき、早めの備え避難につながれば幸いです。チャンネル登録がまだの方は、チャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。